それじゃあまず、いきます。一番最初、一限目、歴史一限目って言って別に一日私喋るわけではありません。この1時間ちょっとのうちにいろんな話題が出てきますので、まず最初歴史のお話からしたいと思います。ただ、お侍さんのお話でもなく坂本龍馬の話でもなく税金に関するお話です。ですね、税金というのは非常に古くからありました。そして現代においてもあります。それをですねちょっとたどってみたいと思います。一番最初、一番最初って言ってもっと古いんですけど、本当はいわゆる卑弥呼さんですね、邪馬台国の卑弥呼さんの時代から、税金というのはあったというふうに言われてますけれども、もうちょっと新しくなって大化の改新、大化の改新、年号を覚えてる人、ね、知ってても、あるかもしれないですけれども、645年、虫殺しという一番最初に覚える年号の語呂合わせ、645年が、大化の改新ですね。その頃の税金ってどうだったっていうと、自然経済の中で減品、労役を中心に当てると、要するに作物とか、労働でもって、税金としていましたよと。